当に頭がいいと思う、高学歴芸人。皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。みんなを楽しませてくれるお笑い芸人。実は、そんな芸人さんの中には、意外にも、高学歴の方も多いみたいです。芸人さんって、そもそも、頭の回転が速い人ばかりですよね。高学歴芸人さんに、人気者が多いのも納得しちゃいますよね。今回は、そんな高学歴芸人さんをご紹介します。どうぞご覧ください。粗品さん、霜降り明星、同志社大学文学部、国文学科中退。同志社大学を中退するも、中学、高校、大学が同志社という、関西ではエリートコースを歩んできた。霜降り明星の粗品さん。一方で高校生の頃には、R1 グランプリで準決勝に進出し、大学1年生で吉本興業に、ピン芸人として所属していたという、お笑いの世界でも、超エリートコースを歩んでこられてるんです。高学歴芸人でありながら、お笑いの偏差値も相当に高かった粗品さん。クラシック音楽への造詣が深いところなんかも含めて、そこはかとないインテリっぽさが魅力です。同志社大学文学部国文学科中退。参考、偏差値 62.5。松井けむりさん、令和ロマン慶応義塾大学卒業。松井けむりさん、ツッコミ担当と、高平くれなさん、ボケ担当による。令和ロマンは、注目若手芸人。そんな二人は、慶応義塾大学のお笑いサークルに在籍していた。先輩、後輩同士で結成されたコンビ。先輩の松井さんは法学部卒。後輩の高平さんは、お笑いに注力するために、文学部を中退されてるそうです。吉本興業のお笑いスクール、東京 NSC の23期生で、同期生133組によるライブで、見事優勝し、主席の座を獲得。そんなところも高学歴芸人さんっぽいですね。また、松井けむりさんのお父様は、大和証券グループ本社の COO だそうです。二人の生み出す語彙豊富でアップテンポなネタは、芸人たちの間でも評判なのもうなずけますね。慶応義塾大学法学部卒、参考偏差値 67.5 から 70.0。 ユリアンレトリーバーさん、関西大学卒業。英語ネタなんかもあって、確かに高学歴芸人さんの片鱗を見せつつも、斜め上方向からの攻撃で私たちを戸惑わせてくれるユリアンレトリーバーさん。ユリアンレトリーバーさんは高校卒業後は、関西の名門私大の関西大学に進学しています。大学時代は、実家から通学していたようで、片道3時間かかっていたそうです。実は、高校時代に芸人になるために、高校卒業後に、吉本総合芸能学院 NSC に入学し、当初は、大学へ進学するつもりはなかったそうで、しかし、高校3年生の時に、一学年下の野球部の男子を好きになったことで、進路が変わります。高校3年生の時に、その男子に、彼女ができてしまうのですが、どこにぶつけていいかわからない怒りが生じて、すごいと思われたくて、急遽大学入学を目指して猛勉強して、この大学に現役合格したそうです。本当にすごいですよね。また、ユリアンさんは大学時代は、文学部に在籍して、映画について専攻していたそうです。関西大学文学部卒業。参考偏差値 57.5。 箕輪はるかさん、ハリセンボン、早稲田大学卒業。お笑いコンビハリセンボンのボケ担当、箕輪はるかさん。早稲田卒の高学歴芸人さんだったんですね。早稲女なんて言葉があって、女性らしさをことさらに押し出さないけど、それでもやっていける女性、みたいなニュアンスらしいんですけど、はるかさんもその観点なら立派な早稲女。図書館司書の資格もお持ちだそうです。確かに勉強できそうですもんね。早稲田大学第二文学部、現在は廃止、卒業。偏差値 67.5、現在の文学部の参考値です。
岡部大さん、花子、早稲田大学卒業。キングオブコント2018の王者、花子。そのリーダーでボケ担当で。ボウズがトレードマークの岡部大さん。早稲田大学お笑い工房、ルードという。サークルに所属していた高学歴芸人さんで。ひょっこりはんも在籍していたんだとか。昨年は NHK 連続テレビ小説、エールに出演されるなど。その多才ぶりを発揮していました。早稲田大学スポーツ科学部卒業。参考偏差値 65.0。 藤森慎吾さん、オリエンタルラジオ、明治大学卒業。チャラい人っていう。高学歴芸人とは対極のようなイメージが定着している。オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、デビュー当初のキャッチフレーズが関東一の媚び売りメガネっていうのもなかなかのひどい言われようでした。でも学歴を鼻にかけた感じを見せずにチャラ男に徹したからこそ今の藤森さんの人気があるのかも。イケメンだし、歌も演技も上手いし、絶対悪い人じゃないだろうし、好感度、偏差値も間違いなく高いはずです。明治大学政治経済学部卒業。偏差値 62.5。 田中拓司さん、アンガールズ、広島大学卒業。アンガールズでツッコミ担当。ヤマーネーって相方に対してのキャッチフレーズを持ち、そんな山根さんより背の高い方の人が田中拓司さん。大学で建築を学ばれていたということですが、他に建築の勉強してたタレントさんっていうと、平成ジャンプの伊能くんや、これまた高学歴な菊川怜さんとかでしょうか。それほど多くはないですよね。へりくつっぽいところがあるようで、実は理路整然としてたりもするので、頭脳明晰な高学歴芸人さんだなって思える瞬間も、確かにあります。賢さと気の可愛さを、合わせ持つユニークな存在ですよね。広島大学工学部第4類建築系卒業。参考偏差値 55.0。 有田哲平さん、クリームシチュー、立教大学中退。熊本県の名門清成校高等学校出身。ちなみに相方の上田晋也さんとは同じ高校の同級生です。高校卒業後、有田さんは立教大学に進学しますが、上田さんと共にお笑いの道に進むべく退路を断って大学を中退されています。真摯にお笑いに向かい合ったからこそ現在の芸人さんとしての揺るぎないポジションを確立しているのですね。立教大学法学部中退。偏差値 60.0。 石井照美さん、東京大学大学院卒業。現在のお笑い界で随一のインテリ。石井照美さん、東大入学、大学院修士課程修了。外資系コンサル企業勤務を経ての高学歴芸人さん。キャリアアップに関する啓発本を出せる女性のお笑い芸人さんって石井さん以外にあんまりいないと思います。ますます活躍の場が広がりそうですね。入学時は東京大学文化3類で偏差値は 67.5。 藤本敦史さん、田畑藤本、東京大学卒業。続いても東大出身の高学歴芸人さん、田畑藤本の藤本敦史さんです。昨年2020年に解散してしまいましたが、ちなみに元相方の田畑雄一さんも立命館大学経営学部卒業の高学歴芸人さん、中学校の同級生だそうです。東大吉本芸人ってもうそれだけで十分にネタですよね。学歴だけでも覚えて帰ってくださいが、田畑藤本の漫才のつかみとして定番かつ鉄板でした。東京大学工学部卒業。入学時理科一類。偏差値 67.5。深川亮さん、慶応義塾大学卒業。1994年、慶応義塾大学に在学中にお笑い芸人としてデビューした深川亮さん。
現役慶大生のまさに高学歴芸人さんでした。白いヘアバンドを巻いて、ちょっと難解なネタで、シュールの貴公子なんて呼ばれてましたね。運動が苦手なのに、エアロビ教室に来ちゃった人みたいな、イメージも醸し出しつつ、慶応ボーイってことで貴公子扱いにも納得。今や、ニュースショーの MC も務める、インテリ芸人さんです。慶応義塾大学経済学部卒業。偏差値 67.5。大久保佳代子さん、オアシズ、千葉大学卒業。国立大学卒業後、オアシズとしてのタレント活動と並行して、OL 活動も同時に行っていたのが、大久保佳代子さん。めちゃイケで注目された当初って、一般人枠での出演でしたよね。そんな大久保さん、今では情報番組やバラエティなどで、文化人枠の高学歴芸人さんとしての存在感、出しまくりですね。大久保佳代子さんは愛知県民にもかかわらず、千葉大学に進学した理由は、東京に出て行きたかったから。父親からは、東京に行くなら、国公立の学費しか出せない。仕送りもしない。と、告知されていたので、私立は選択肢になかったんだそう。学力と家賃を考えると千葉大学になったそうですが、国公立に受かる頭脳だったということが、すごいですよね。千葉大学文学部卒業。参考偏差値 62.5 から 67.5。 山里亮太さん、南海キャンディーズ。関西大学卒業。バラエティの MC やワイドショーの天の声などで饒舌なおしゃべりが大人気の南海キャンディーズの山里亮太さん。ボキャブラリーが豊富で、話す内容も分かりやすくて面白いので、本当に頭がいい人だなって思いますよね。ティムテをいじられた時期もありましたけど、蒼井優さんと結婚されて以降は、ポジティブな評判ばかりの絶好調っぷり。みんな、エマちゃんのタレントとしての魅力に、ますます惹かれていく感じがありますよね。まだまだ上昇中の高学歴芸人さんです。関西大学文学部卒業。偏差値 67.5。光浦靖子さん、オアシズ、東京外国語大学卒業。大久保佳代子さんに続き、オアシズの光浦靖子さん、東京外国語大学で、インドネシア語を専攻していたという、ちょっと異色の高学歴芸人さん。大学進学は、高校の先生が勧めるままに、東京外国語大学を受験。しかし、塾にも通わず、独学で受験勉強をしていたので、受験科目もよくわかっておらず、なんと試験にない理系科目まで勉強していたそうです。大学入学後も授業について行けず、2年生ぐらいから行かなくなったそう。そして20種類ぐらいアルバイトもしたけれど、どれもすぐにクビに。このままでは社会に出られないと、いっそ自分が一番苦手なことをやってみようと思い立ち、幼馴染の大久保佳代子さんと、お笑いのオーディションに挑戦。すると、意外にも合格し、現在のお笑いの道が開けたそうです。どこに突破口があるかわからないものですね。東京外国語大学外国語学部、現、言語文化学部卒業。参考偏差値 65.0 から 70.0。小島よしおさん、早稲田大学卒業。そんなの関係ねえや、ポップアッピーで。有名な小島よしおさん。小島よしおさんは高校卒業後は、1年間の浪人生活を経て、名門私大の早稲田大学に進学します。AO 試験などではなく、一般受験での入学なので、小島さんは高い学力を有していました。早稲田大の教育学部出身で、小学校の先生を目指していた時期もあったとのことで、高学歴芸人さんにして、とっても勉強が好きな方なんでしょうね。また、早稲田大学にこだわったのは、父親の出身大学でもあったからとのことです。また、同時期に早稲田大学に入学した、女優の広末涼子さんとは同学部同学科で、ゼミの後輩には、
後に芥川賞を受賞する作家の綿谷りささんがいました。小島さんは当時は広末さんのファンだったので、大学の授業中に知らないふりをして広末さんに話しかけていますが、広末さんは親切に答えてくれたことをインタビューで話しています。よかったですね。早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。参考偏差値 65.0 から67.5。 上田晋也さん、クリームシチュー。早稲田大学中退。クリームシチューの上田晋也さん、有田さんが立教大学、そして上田晋也さんは早稲田大学に入学。そしてお笑いコンビに集中するため、どちらも大学を中退されているんですね。有名大学に進学後、お笑いのために中途退学するって、生半可な気持ちではできないはずです。そんなクリームシチューのブレイクには、上田さんのうんちく芸も一役買っています。高学歴芸人らしさを発揮して大注目されました。そこから、今の大人気につながっていくんですね。早稲田大学教育学部国語国文学科中退。参考偏差値 65.0 から 67.5。 中田敦彦さん、オリエンタルラジオ。慶応義塾大学卒業。オリエンタルラジオの中田敦彦さん、現在の中田敦彦さんは高学歴芸人というところからさらに派生して教育系 YouTuber として大活躍。チャンネル登録者数が350万人を超えたとのことで、もはやこっちの方が本職って感じの勢いです。ちなみに当初は東京大学に進学したかったのですが、成績が上がらずに早稲田、慶応に進路を変えたことを告白しています。大学3年生だった2003年にアルバイト先の保険会社で藤森慎吾さんと出会ってオリエンタルラジオを結成し、翌年に本格的にデビューするために吉本興業の養成所の吉本総合芸能学院 NSC 東京校に入校しています。なお中田さんは大学時代からお笑い芸人として多忙だったことから、大学時代は2度の留年を経験しており、6年かけて卒業しています。超多忙なのに卒業したなんてさすがですよね。慶応義塾大学経済学部卒業。参考偏差値 67.5。 パックン、パトリック・ハーラン。パックン・マックン、ハーバード大学卒業。パックン・マックンのパトリック・ハーランさんはハーバード大学を卒業した1993年、当時日本に就職していた中学時代の友人に誘われ来日、英語の教師として福井県で生活を始めます。世界の大学ランキングでも常にトップランクに選ばれるあのハーバード大学です。そこで比較宗教学を学んでいたそうです。2012年から東京工業大学リベラルアーツセンターで非常勤講師を務めるなど、アカデミズムの世界でも活躍中。米国大統領選挙に関してのインタビュー記事が日経ビジネスに掲載されるなど、発言力がもはや評論家。でも、この記事でも笑いは忘れていないあたりが、やはり、お笑い魂は忘れていないようです。また、何を日本人が面白がっているのかが、わからない。という大きな壁にぶち当たった際も、日本のお笑いも理論的に分析し、ツッコミに注目し、何が面白いのか、そのカテゴリーやパターンを分析し、何が受けているのかを研究して日本の笑いを理解していったそうですよ。すごいですよね。ハーバード大学卒業。宇治原文則さん、ロさん、京都大学卒業。漫才コンビロさんのツッコミ担当が宇治原文則さん。宇治原文則さんは高校卒業後は京都大学に進学しています。在籍したのは法学部で、文系の学部では東京大学法学部と並んで国内最難関の学部として知られています。宇治原さんはこの大学に現役合格していることから、学力が非常に高かったことがうかがえます。なおセンター試験の際には
わからない問題が出て一時失神するというアクシデントに見舞われましたが、無事に大学は合格しています。ちなみに高校時代にお笑い芸人になることを決意して、お笑い芸人になった時には京都大学卒という肩書きが絶対に売りになると思ってこの大学に進学したことをインタビューで話しています。また大学時代はイベントサークルに在籍していたそうです。当初は大学入学直後からお笑い芸人を目指そうと思っていたそうですが、相方の菅博文さんが大学受験に失敗して1年間浪人したことから菅さんが大学に進学した。1996年大学2年時から本格的にお笑い芸人を目指しています。ただしその際には親に猛反対されたことから、大学はあえて卒業しないで留年することにしたそうです。ちなみに大学は休学や留年を繰り返してトータルで9年在籍して2004年3月に卒業しています。またコンビも当初はオーディションに落ちまくるなど売れるまでに苦労を重ねています。しかし宇治原さんが26歳だった2002年からクイズ番組に起用されて知名度が上昇して現在に至ります。本当に良かったですね。京都大学法学部卒業、参考偏差値 67.5。 カズレーザーさん、メイプル超合金。同志社大学卒業、芸能界のクイズ王としてロさん、宇治原さんが長く君臨していたところに新たなクイズマスターとして降臨してきたのがメイプル超合金のカズレーザーさん。とにかく博識、そして単に知識として知っているだけではなく、教養としてしっかりと身についている感じですよね。豊かで品格のある物言いはワイドショーなどでも注目の的。高学歴芸人っていうよりも新たな知識人として支持が広がるカズレーザーさん、今後の活躍も楽しみですよね。同志社大学商学部卒業、参考偏差値 62.5。 いかがでしたでしょうか。ご感想をお待ちしております。グッドボタンを押していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。